乗馬用ジョッパーブーツワンクルストラップ付きの伝統的なデザインジョッパーブーツとは、乗馬用の単靴の一種である。通常、くるぶしあたりまでの高さがある。ジョッパーとは同じく乗馬用のズボンであるジョッパーズに由来しており、ジョッパーズ用のブーツ、ジョッパーズ着用時用のブーツという意味である。ちなみにそのジョッパーズの名前は、インドの都市ジョードプルに由来しており、 その地域の人々が履いていたズボンだったからである。素材は、比較性のものや、ゴム製のものなどがある。くるぶし周りを覆うアンクルストラップがついたものが、伝統的なジョッパーブーツで、ファッション業界では現在でもこのデザインのものが、ジョッパーブーツと呼ばれているが、一方で、現代の乗馬用ジョッパーブーツは、着脱を容易にするために、側面部に伸縮度の高い素材を使用した。 ファッション業界でサイドゴアブーツと呼ばれるデザインのものが多く使われている。長靴よりも比較的手入れが簡単であり、価格も安いものが多い。長靴とは違って硬い部を保護することができないため、通常はチャップスと併用する。かかとの部分が丸く張り出しており、この丸みの頂点の部分に白車を乗せられるようになっている。ありがとうございます。